行きましょう。ここに必ずマグダラオスの痕跡があるはずです。それにしても正気の谷とはやっぱり。行きましょう。待ってください、私も一緒に。こちらに。相棒も気づいていますよね。正気の谷の正体ってもしかして。この液体はもしかして酸？触らないように気をつけないと。見てください、痕跡が。でも ここは谷の底のはず。これより先に行き場はないのに、ゾラマグダラオスは一体どこに。二手に分かれて探してみましょう。Thank you.
おば様。
かず、艦長さんは我慢です。Thank you.
よしよし、怪我がなくてよかったわ。ありがとう。隠れてやり過ごそうかと思っていたけど、おかげで助かったわ。ほら、メソを書くのはおよし。約束通り谷のいろんな顔を見てきてくれたんだろ。聞こうじゃない、どんな場所だと感じた？正気の谷とはおそらくモンスターたちの墓場。この地域一帯は墓場を中心とする巨大な生態系の姿です。ついておいで。そう、正気の谷とは墓場。モンスターは死を察して谷を目指す。屍が養分となり、丘サンゴの大地がそれを得る。こうして生まれた命は育ち、海、また谷で死ぬ。見事な生態系だね。こんなに大規模なものは見たことがないよ。はい。だけど不思議に思わないかい？何をでしょう。これほど巨大な生態系、一体どんなモンスターが養分となったんだろう。古竜がなぜ海を渡るのか、もう分かったね。もしかしてここは古竜の死に場所だ。ゾラ・マグダラオスは死を迎えるためにここに来た。はずなんだけど、痕跡だけを残して肝心のやつがどこにもいない。彼はエネルギーをためながら進んでいました。そんな状態で一体どこに。わからない。あ、だがこの地に古くから住む竜人たちなら知ってるかもしれない。彼らの話を聞きに行ってごらん。ほら、命が降るよ。私にあと300年寿命があったらね。そしたらこの目で命の移ろいを見れたかもしれないのに。じゃあ、あとは任せたよ。私はまだここにいる。ここでもう少し命の成り立ちを探していくよ。ご苦労。
そうだな。よろしく頼む。古代竜神さんに話を聞けばマグダラオスの居場所が分かるでしょうか。Thank you.
君か。
古代竜人さんに話を聞けばマグダラオスの居場所が分かるでしょうか。ここはいつも通り痕跡を探すところから。手分けして探しましょう。大丈夫、今度は無茶しません。
相棒もここに着いたんですね。私もです。ここならキャンプを作れそうですね。調査資源管理所に相談してみましょうか。
痕跡はここで途切れていますね。龍神、生態系の頂点、火の竜と角の竜、その2頭を狩猟しろということでしょうか。おそらくディオレウスとディアブロスですね。一度準備をしに拠点に帰りますか。相棒、火の竜と角の竜のクエストを用意しましたよ。
なあ、君か。
されているぞ。逃すチャンスは必ずある。諦めるな。Thank you.
次は角の竜ですね。ああ、君か。相棒。やりましたね。次は角の竜ですね。
品揃えを増やしたよ。
次は角の竜ですね。
次は角の竜ですね。Yo.